あ、そうなんだ。ああ、そういうことね。で、昨日が担当の営業の人が来てダメですって言われて、でその 2,3 週間前に部長が来たのよ。でどうですかって言われたこと言われて、まあ正直言ったのは難しいですねって。でその評価とかいうのも書かれるわけ。それもやっぱり良くないねって話になってっていう話だね。まあすごいと思うあれは。まあね。いやそれはないと思う。まあね、それはね。らしいね。まあそういうわけなんで、ちょっと仕事の件に関しよう。いきなり急に言われたからさ。まあね。まあね、まあ、とりあえず聞きまくってやってた、やってたやってたんだけど、サボってるとかそういうわけじゃなくてさあそれでもこれなんだみたいな感じだったから。物理というか、なんかもう熱系でなんかいろいろ、いやケミカルではない、もう物理、いやもうおっさんしかいない、50とか60とか、そうそういうこと、でそれをいきなりやるって言っても無理だなっていうのがあって、それは正直言ったよ。そしたらなんかもうため息みたいなの疲れて、多分そこからだと思うけどね、ため息疲れて、あの理解力ないねって、あ、それは言ったよ。まあそれでもやっぱなんかもう理解力がないからって話になって、まあそういうことだね。それも言ったけど、多分中途で採用されたのって多分そういうことだと思うんですよねと言っといたけど、してると思うよ。してるって言ってたよ。まあ、まあそれだけど、まあ昨日、一昨日はやばかったけど、だんだん大丈夫や。ありがとう。あ、まだ確定じゃないけど、これからだけど、次のとこはその面談みたいなやつあるから、まあ多分大事だとは思うとは言ってたけど、まあね、それはある。そうあ、ごめん、電車来ちゃうわ。じゃあまた、ありがとうね。はい。
you